バルカン山脈の地図。図の中央を東西に貫き、北西方向に伸びているのが、バルカン山脈である。バルカン山脈、あるいはスタラプラニナは、バルカン半島東部の山脈である。スターラ山脈とも呼ばれる。山脈は、ブルガリアとセルビアの国境をなすブルシカチュカミネから、東に 560km にわたって伸び、黒海岸のエミネミ先まで続いている。 ブルガリア中部で最も高く最高峰はブルガリア中部の中央バルカン国立公園にあるボテフミネである。山脈はバルカン半島の名前の由来ともなっている。バルカン山脈はブルガリアの歴史の中で重要な役割を果たしてきており、ブルガリアとブルガリア人の形成と発展に大きく関与している。かつてはハイモス山と呼ばれていた。ハイモスとはトラキア語で、 山脈を意味する、サイモンに由来していると考えられている。この他に、バルカン山脈は、アイモン、ハイミモンス、ヘム、エムスや、スラブ語のマトルニ、コリ、トルコ語のコジャバルカン、あるいは単に、バルカンなどの呼び名がある、バルカン山脈はその同植物症にも特徴がある。コジャタステナ自然保護区地域には、薄雪草が生息している。 中央バルカン国立公園の特徴的な風景は、急峻な崖や生い茂る植生などであり、バルカン半島で最も高い滝もある。シュプレネやコジャナステナなどの重要な自然保護区があり、ヒグマやオオカミ、イノシシ、シャモア、シカなど、ヨーロッパで見られる大型動物種の多くがここで見られる。宇宙王情報を走るのがバルカン山脈。その南に固まっているのがピリン山脈。 リラ山脈、ロドピ山脈。シップカ峠の記念碑中央バルカン山脈セルビアのバルカン山脈、ライサンゴヤより中央バルカン山脈を望む。中央に見えるのはバルカン半島で最も高いライスコプルスカロの滝バルカン山脈の渓谷の中を流れるイスクルワは、コジャステナ自然保護口質学的にはバルカン山脈は新しい山脈であり、 アジアからヨーロッパにかけて続くアルプスヒマラヤ、作り山帯の一部を成している。バルカン山脈は大きく二つに分けられ、東西に伸びる主部と主部の西端から北西方向に伸びる前バルカンから構成される。全バルカンは北に進むにつれて次第に低くなってドナウ平原に埋没し、一方で東西に伸びる主部はセルビアブルガリア国境から国海へと続き、 山脈の南に沿って11の渓谷が連なって、下バルカン渓谷が形成されており、渓谷はバルカン山脈とその南のスレドのゴリエトを隔てている。バルカン山脈はおよそ30の3階からなっている。山脈は大きく3つの部分に分けられる。バルカン山脈は分水嶺を形成しており、その北の川はドナウ川へ、南の川はエーゲ海へと流れている。しかし、 ブルガリアで最長の川であるイスクル川はバルカン山脈を横切って南から北へ流れており、その周りには急峻なイスクル渓谷が形作られている。バルカン山脈を水源とし、北方向にドナウ川へと注ぎ込んでいる川には、ティモク川、アルチャル川、ロム川、チブリツ川、オゴスタ川、スクト川、ビート川、オスム川、ヤントラ川、ルセンスキロム川がある。また、 山脈はカムチア川の水源ともなっており、この川は直接国海へと注いでいる。ブルガリアの他の地域ほどではないが、ブルシェツやシップコボ、ボネシタボダなどの温泉街がある。山脈には20の峠と2つの渓谷がある。バルカン山脈を横断する舗装された道路がある場所は、以下の通り、バルカン山脈は681年のブルガリア建国以来、ずっと、 ブルガリアにとって特別で重要な場所であった。第一次ブルガリア帝国にとってこの山脈は東ローマ帝国のモエシアとを隔てる障壁であり天然の要塞であった。山脈はリシュ峠の戦いやプリスカの戦い、トリアブナの戦いなどのブルガリア帝国と東ローマ帝国の数多くの戦闘の場となった。ブルビサ峠の戦いではブルガリアのハーンクルムは 宿敵の東ローマ軍を打ち破り、皇帝にケフォロス一世を殺害した。何世紀にもわたって、東ローマはこの山を恐れ続け、バルカン山脈への接近の知らせを聞くだけで軍を退却させることが何度かあった。オスマン帝国支配下では、多くのハイドクがバルカン山脈に隠れ家を築いた。山脈で最も高いボテフミネの近くのカロフェルは、ブルガリアの詩人で、 国民的英雄のフリスト・ボテフの出生の地であり、ボテフは1876年にオスマン帝国に対する戦いの中でブラザにて死去した。また、同じくボテフミヌの近くのシップカ峠は、ロト戦争のシップカ峠の戦いと呼ばれる戦いの場となり、これによってオスマン帝国によるバルカン半島統治の終焉を決定づけた。峠の近くのシップカ村には、 ロシア正教会の聖堂があり、これは峠の戦闘で死去したロシア帝国やブルガリアの兵士に捧げられたものである。ありがとうございます。